おはもる、どうも、紅茶ガーデンとキリちゃんです。キリちゃんです。はい、今回なんですけども、私ね、以前空気清浄機いただいたことがあったんですけど、あれ結構小型ですごい良かったんですよ。13畳ぐらい対応ということでずっと使ってたんですけど、見てのの分かる通り、私お引っ越ししまして、お部屋がリビングですね、めちゃくちゃ広くなりました。20畳以上ありますということでね、あの空気清浄機はちょっとね、この部屋には難しいかなということで、私の寝室に今行ってしまわれてるんですけど、なんとね、すごい広い部屋に対応した空気清浄機があるということでいただきました。なんか最近さ、いただいてばっかりですね。ありがとうございます。でちょっと持ってきます。大丈夫かな、おとなしくできるかな。よいしょよいしょ、どっこいしょはい、来ました。こちらがですね、エレホームスさんの新しい空気清浄機、モデル A3B と書いてあります。こんなに大きかったら値段高いんじゃないのって思う方いると思うんですけど、意外と安いんですよ。意外と安いんです。なんでね、気になる方は概要欄からぜひぜひ見ていってください。で、早速開封しちゃいます。すっ、おお、なかなかのサイズ。これどうやって出すんや、よいしょ。はい、ということでね、ちょっと上がね、ピロンと破れてしまいましたが、開封していきます。以前ね、実家にあった空気清浄機はもうほんとね、横も太さももうバカでかくてね、なかなか設置場所がね厳しかったんですけど、果たしてどんな感じの大きさなんだろうか。箱と同じぐらいなのかな。開けてみます。あ、ハローって書いてある。ほら、ハロー、説明書ですね。梱包もね、しっかりされております。つい、おー、よいしょよいしょ、よっ、おー、意外と軽いですよ。こんな感じ、こんな感じです。あー、すごいいい、ちょうどいい、この大きさ、わかります？じゃかじゃん、大きさはこんな感じです。ペロ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 、幅はね、まあ、大体ですけど15センチないですね。で、横も30センチぐらい、30センチないぐらいですね。なんかここにプッシュって書いてある、押してみよう。プッシュを押すと、おお、フィルターが出てきました。前回ですね、このね、中のビニール袋を取らずに稼働してたんで、今回はそうならないようにね、先に取っちゃいます。あ、なんかシャカシャカする、なんだろう、うわ、すごい、スポンジみたいな感じのスポンジフィルターですね。いや、これならお掃除も楽ちんですね。あ、ここにシールが書いてある。見てください、ご使用前に必ずフィルターをポリ袋から取り出してくださいとちゃんと書いてありますね。きっと私みたいな人が多かったんでしょうね。これはとても分かりやすいです。使っててね、いざフィルターの中を見たら袋のまんまだったっていうとね、えってなりますからね。で、しかもですね、こちらの空気清浄機なんですけど、なんとスマホに対応しております。なのでこれもね、遠隔操作できる空気清浄機ですね。最近のはもう本当、こんなにスマホと家電がねリンクできると楽しいですね。こちら本体の重さが約5キロで、適用面積は7畳から15畳だそうです。リビングとかにおすすめですね。フィルターはですね、やっぱあのさっきのシャカシャカする音はね、活性炭ですね。活性炭が入っております。なんでね、消臭効果も多分あるんじゃないかな。で、ちゃんとね、横に取っ手がここに両サイドについております。とても持ちやすいです。ここが吸い込み口で、上から清浄された空気がフィャッと出る感じですね。で、操作はタッチパネルみたいですね。コンセントの長さなんですけど、だいたい1メートルぐらいはあるかな。こちらがモニターになっております。で、ここが電源ボタンですね。オフになりました。もう一回起動します。で、左から説明します。ここが
フィルター交換ボタンで、こちらがタイマーボタン、1時間、2時間、4時間、8時間のタイマーが設定できるようです。で、こちらがこの扇風機マークが風量調整ボタン、1はこのぐらいの音です。ほぼ気にならない音ですね。2、ほのかに聞こえるぐらいですね。外で遊んでいる子どもたちの方が声は大きいです。3はかなりの音がしますね。で、これはお休みモードですね。夜モードがちゃんとついております。これはめちゃくちゃ静かだ、本当に夜モードで、オートにします。で、この鍵マークはチャイルドボタンですね。チャイルドロックがついております。で、この数字は何なんですかね。あ、わかりました。この数字なんですけど、1から100で緑色で点灯していると空気がきれいということです。で、この数字が101から200で黄色になっていると少し汚れてるになるそうです。で、201から500だと、赤色だともうめちゃくちゃ汚れてるよっていう空気の汚れ具合がわかるそうです。フィルター交換は2000時間使用すると交換のタイミングになるそうです。ということで、私のリビングは11なんで、めちゃくちゃ空気が綺麗みたいですね。ペットをたくさん飼ってるのに割と綺麗みたいです。一応ちゃんとね、匂いがつかないように部屋の換気とかは毎日するようにはしております。はい、ということでですね、スマホに連携できるということでやってみたいと思います。まずはですね、こちら説明書が入っております。この説明書の指示に従ってダウンロードしていきます。ちゃんとね、こうやって QR コードがあるといいですね。この QR コードがあるかないかで結構変わってきますよね。じゃあダウンロードしていきましょう。対応のスマートフォンは、Android バージョン 6.0 以上、 iOS だとバージョン 11.10 以上だそうです。まずアカウントを登録します。はい、ではスマートデバイスを追加しましょう。ちょっとかかってんね、キリちゃん。プラスボタンを押して、いっぱい出てきた。エレホームさん、いろんな商品を出しているんですね。ちょっとキリちゃん勝手に操作してんね。電化製品のどれかな、これ。どれかな、ギリちゃん。持ってくのね。どれだろう。空気清浄機 BLE Wi-Fi って書いてあるけど、どっちだろう。ギリちゃん、長いことじっとできないみたいですね。あららららららら。まず初期設定で、リセットボタンを長押しすると、ランプが点滅する。はい。なんかできないなと思ったら、スタンバイ状態になってませんでした。ということで、スタンバイ状態にして、デバイスの追加中です。ちゃんとこれで見つけてくれるかな？あ、来ました来ました。空気清浄機。これですね。完了。はい、今の状態は電源オフですね。電源オンにしてみました。モード。ここでオートモード、手動モード、スリープモードと選ぶことができます。すごいね。風速もね、ちゃんと変えられます。設定マイナス4、チャイルドロック、タイマーもスマホで設定できますね。あ、しかもこれやっぱりアレクサとか Google アシスタントとかいろいろ対応してますね。 Siri には対応してないのかな。で、なんとね、温度も表示されてますね。 27.8 度、東京、あ、これ東京の温度か。あ、時間帯変更できますね。東京から、東京しかダメかもしれないですね。東京の人は嬉しいね。お、一応やっぱりスケジュール設定とかもできそうですね。オンの時間を設定するとかあります。しばらくはね、つけっぱなしにしてるかな。お、住所を入力してくださいって出ました。はい、マイナス40度で、実行するオートモードになりました。マイナス40度はないね。一応ここで設定できますね。ただしばらくは空気清浄機つけっぱにすると思うんで、今のところこれは使わないかな。じゃあ早速こちら設置していきましょうか。
ということでいかがでしたでしょうか。エレホームスさんの空気清浄機、こちらの商品も Amazon で購入することができます。もしね、大型な空気清浄機安めで欲しい、スマホで操作できるのが欲しいっていう方いらっしゃいましたら、概要欄からぜひぜひチェックしてみてください。うちの部屋は汚れてませんね。よかったよかった。説明書を見てみると、 PM2.5 も取れるし、3層で構成された一体型フィルターなので、大きな粒子、髪の毛や粉塵なども大丈夫、いけるそうで、なんで噛むので、抗菌繊維だと細菌やウイルスなどもしっかりと除去、 HEPA フィルターで 0.1UM までの粒子を 99% 除去できます。でなんで花粉とかも除去してもらえますね。あとはね、活性炭フィルター、まあ、脱臭ですね、フィルターもあるんで、タバコの匂いやペットの匂いとか料理のに強い匂いも消臭効果が抜群だそうです。やっぱね、ペット飼ってる人はね、欲しいですね、空気清浄機は。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。